はいはーい。ね、今回は協力プレイノラで入ってこうかなと思ってて、前回さ、花アンナ出してるんだわ。でね、まあ、全然できてないんですけど、まあ、今日は、誰で行くかというとですね、この方ですね、ヨウさんですね。で最近、まあ、結構いい感じでパーティー作ってやってるのは、こいつら、この面々。ヨウ、クラマ。と、ジライアと、風神と、ゼラチンと、でも、リタフレって感じで、まあじゃあちょっとやってみようかね。なかなかね、やっぱね、要は安定感があるよね。尖っててかつ安定感がある。とても素敵。だってさ、盤面整理はいらないドロップ3つ、5つか、鉄だけでさ、半減貼れるんでしょ。バカ強いよ。レートしましたな。ちょっとオメガに。おお、なんかすげえ、これ何？あ、スクリドじゃん。すごいパーツだなこれ。まだ緑がないじゃないですか。ってなったらさ、まあ、流せるわけよ。エンジンだけします。まあ、流してるんだけどね、試合終わっちゃうんだけど。テーブルで全然入れないんですか？余裕ですよ。半減半減だぜ。ダメになってんだよ。でね、この緑のね、落ち込みを大量に読んでるわけですよ。まあ、このメンツで言うと、オメガ以外には恩恵があるとは思うな。あー、いいなー。緑作ってくれて。うらやま。名前がやば。初心者雑魚、くんの帰るね。おーい。まあね、じゃあ。この人に初心者認定するように頑張ろうかな。おいしょ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 。しんどいわね。これじゃあワンマスに吸ってみて、もう回復だな。オッケー。木で蓋します。で、光をできて、まあ、やったー。はい、これ OK。もう完璧だね。はい、OK。もう余裕よ。ね、見たことが。すごい強い。まあね、ちょっと客船がさ、無効換算だったから、列じゃないってのはちょっと残念なんだけど、それもそれでまた、いいのかなって思う。なぜかっていうとは、無効換算。がさ、まあ、小学生だったんだよ、確か。少しが好きなんだろう、なので。あんまりまでも、ここは十分なんだけどね、正直。3つ作ったらね、やっぱでかいね。でかい。物を飲んでいく。まだまだ、まだまだ、なんか、ちょっとしてるよ。うん、いいね。
で、俺にこれ来たりするでしょ。ね、それはね、脳で、なぜかというと、上の階層にガイアが出るからですね。入ったら、もうね、耐久は余裕よ。ブリッジさんいるしね。いやー、なんか、本当に申し訳ないな。スキル大量に使わせちゃって。心にもないことを言って。クソっぽいよね、これ。バレリアで回復追いつくんだろうな。キーを言われるからちょっと削ってみようかな。レッツに変身しまーす。こうだね。どこまでいけるかな。まあいいんじゃないですか。オメガって HP 管理難しいと思うんだよな。まあでも、耐久がないから。こうなるのかな。強え、やっぱ。強え。はい、ここでね、来てほしくないな、あいつだね。危ねえ。ギリギリ。ナイス。ほら、そろそろ本気出してくれよ。そんなことないぜ、今。で、ねえ、終わっちゃう。しっかりさせないでくださいね。ほらね、もうね、読み完璧なんですよ、私。はい。はい、捉えていく。で、ヨウさん。うわ、すーげえ。さすが、尖ってるヨウくん。こうしていく。はい、もうね、止まらないよね。止まらない。もうね、ターン渡してよ。あ、やる。渡さないでまだ。かまりか。渡していいよ。情緒不安定すぎる。スムーズすぎて風神が変わってない。ナイス。ねえ、ほら、あった。あ、そうですね。あ、プラ55だ。今ね、実はね、プラス不足なんですよ、私。ナイス、送っていく。ナイス、送っていく。多分返してくるな。寂しい。
オッケー、ナイス。まあやっぱユウさんは安定してるよ、うん、ごまかしも強いしね、普通に火力も出るし、かなり強いと思うよ。まあマジックはね使ってぜひ。というところで今回は以上だな。じゃあねー。